またちょっと明日から違うゲームやっていこうかなと思いながらの、まだまだね、ファンタジーのチーム2は使えていない選手も多いんで、ちょっと使っていこうかなと思ってます。はい、ディビライやろうかな今日は。何使おうかな。あ、でもギュンドワン強いかもな。ほんまにデブライネみたいなとこあるからな、これ。あ、全然じゃあ勝っていいよ。ロルフォーもう速攻で使わなくなるっていうことやねんな。まあいいか。正直まあ高精度持ってて、中盤で割と何でもできて、26万やったら全然安い。シュートを上げなくていいと思うんで、まあとりあえずこれでいいか。ちょっと守備上げてもいい気もしますけどね。まあとりあえずこれでいこう。あ、ほんまこれ。これちょっと僕、ロドリゴやろう。まあとりあえずハンターでいいか。カンドレーバで、サラーで、エトーで、ギュンドアン、ロイキン、ラベルスラム、これね。よし。いくぞ。あ、エレーラや。エド。いや、うまい。やっぱサラー強いなー。やっぱサラーって強いな、マジで。ナイス。初めてまともに取ったね、今な。いや、この試合はマルディーニ切れてるね。あ、いいよ、ナイスパス。いや、ナイス。来たんちゃう？あー！いや、でもやっぱそこで打てんのはでかい。錯綜してんな。あ、いいね。来た。来たんちゃう？あー、TF がな。僕の問題やな、今のはな。いいよ。はい、いいよ。あー、いらんことした。一回ちょっとシャドウにして、どれぐらいボール取れるのかやってみるか。あとドリブルがどれぐらい変わんのかも一応ちょっと知っときたい。じゃあ、お、スムラリク。マークスマンか。頑張れ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 。ナイスナイスナイス。いや、いいよ、オーギュのいいよ。来たんちゃう？わー、惜しいねー。いや、でも可能性は相当。ほい。あー、惜しいねー。いや、なんか可能性はすごい感じる。でもちょっとね、5回、いや、でも3回に1回割り決めてくれないとって感じではあるよな、正直な。まあでも、こんだけ高精度見せといて、こうやって蹴られるのはでかいけどね。あ、くそ。うまい。あ、あらら。やっぱこれがほんまもんやで。この構成だ。リアル構成だ。これが。これやんな。よしよしよし、まあ、そこまでやれやんな。そらな。ほい。ナイス。でも言うてこうやって見たらさ、サラーと大して変わらんくない？ねえ、サラーとさ、マジで。ジノちゃんが増えております。ええ。ナイス。明らかに抑えるようになったのでもな。あぶね。うまい！うまい！エトーが強い。ナイス。この人はもうほとんどそういうカードが入ってますね。カフーもそうやな、だから。お、こいつエグいわ。うまい。
何、どういう、どういう、どういう状況、どうなってんのマジで。うまー、来た来たぞ、これは決めろよ。わー、ダメー、ほら、はい、ついに来ました。あー、いいコース。お、ロルコや。ジーノちゃん、ほい、いやー、打てんか。マジであいつ存在者ガンガンって強すぎた。キュンドワン、いやー、 TF 側は申し訳ない、マジで。いや、ミスった。よし。あのね、強い。めっちゃ。サイズある、ドリブルできる。で、パスいっぱい散らせる、高精度打てる、まあ、高精度1回しか入ってへんけど、流れが止まらずにいろんなことができるカードっていう感じやね。僕言えばテクドリー持ってないの今気づいたぐらいテクドリー上手いし、で、普通に守備参加も上手いし、強いよ。これがアップグレするかもしれんやろ。でも1試合目が0点やったんか。まあでもその、ねえ、ほぼ確率にギュンドンはこれから4試合中3、3試合中3試合とも全部出ると思うんで。って考えたら、まあ、プラス2はあるかもしれない。あ、全然ある、全然あり。ちなみに、マジョルカ、アトレティコ、ラスパルマス、カディス。アトレティコ。アトレティコ。きついかもしれん。もうちょっと高精度を入れるために、まあ、フィニッシャーとかエンジンとか、デッドアイとかもありやと思いますけど、まあ普通に中盤としての仕事が十分にできながら、パスが散らせる、ドリブルできるっていうので、まあシャドウがとりあえず一番いいと思いますね。ねえ、リベリーとか出すか。いきます。はい。こんなさ、ベースバック。まあでも、レート高いからね。うん。なんぼ引いてんねんって。さすがに Y アイコンいきます。はい。Y アイコン3つで悩まして。はい。おう。オランダ。え、繋いでるやん！さあ、珍しく僕がこの手の SBC を作りましたよ。つまりそういうこと。初めて見るわ、トリプルスレッドアイコンの演出なんて。初めて見るやけど、こんなんなんや。おー、いいじゃないですか。ジノちゃん。まあ、とりあえずハンターでしょうね。やばい、あんなに勝ったハンターとシャドウがなくなった。ジノちゃんがトップね。はい。あと何気にその密かにエボっていたこのね、富安。はい。正直センターバックでもちょっと見たい気持ちはあるぐらいには素晴らしい方ですね。ちなみに明日からこれが出ます。ええ。ノリショジャガバターベーコンテリタマが出ます。これどうかね。いやまあそのチーズテリタマが結局めっちゃうまいんでチャレンジしてもいいと思うんですよ。ただノリ塩のね、去年出たあの照り焼きがちょっとあれやったんで疑っています。だいぶ、うん、ボハムだ。やっぱベッカも多いね。ファールくれ。いやー、やっぱ強いわー。いや、強い、やっぱトミちゃん。あー、いいねー。
ちょっとこれね、あえて今無理してますよ、結構。どこまでいけんのかなっていう。いや、ずるいな、でも。やっぱ強いわ。なんでやろ。いや、強っ。はい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 、素晴らしい。野心も増えております。ペレも増えております。はい、トミちゃんポケット、わお、何その軌道、やば。奪われた。あ、いやー、今僕わからんくなっちゃった。いや、これが入るんすよねー。そうなのよ。素晴らしい。いいよいいよ。はい、素晴らしい、素晴らしいですね、これは。と見せかけてこっちなんですね。ラッキー。いやー、デブライネやった、ハットやって、やば、そこ抜くの。ほい、素晴らしい。おー、ジノちゃんハットや、すげー、2試合連続や、すさまじいね。ちょっとどぎも抜かれてる。すさまじい。縦にバンっていけるようになった。まあ、これでもベースですらそうなってるのかもしれないんですけど、縦にバンっていけるようになったし、でかいテクドリ強いし、ゴーゴーも強いし、素晴らしいね。うん。パス出せんのもいいよね。プレイスタイルないけど、やっぱ最後チョンって出すのとかは全然余裕でできるし。シュート打つまでの形も作りやすいし、でかいから結構なんか知らんけどボール取るし、これは素晴らしい、うん、まあそのパスのプレイスタイルは一応ないんで、まあ ST とかの方がいいよな。あの、ちゃんと時代に追いついた富安が誕生した。ほんま素晴らしく強い富安。なんかわからんけどドリブルちょっと上手いねんな、富ちゃん。寝よっか。いろんな選手使いましてね、スカットも強くなってしまいました。もうこれ以上何をするって言うんですか。今日はマジでいいか、だって CL あるやん。あ、寝て、寝るわ。肌にも悪いし。まあたまたま起きたから見るけどね。いや、今日はマジ CL やから、ほんまに頑張れ、タケ。見ていきましょう。86プラスウィンターワイルドカードバース TOTY 特別賞ピックだ。なんでやねん、もう全部やん、86以上は。え、マジで全部やで、全部やん。トディボーダー、190cm ミドハイ、足速、わーお、これはなかなか魅惑の選手。スタミナも80あるんで、まあ働けるし、
まあ、若干リアクション冷静さが怖いが、まあ、プレイスタイルは高い、いいんで、まあまあまあ、レートが上がれば美味しそうではありますね。ちなみにニース、こういう状況です、今。あ？クリーンシート1回。まあいいんじゃないですか。え、高っ！ 20 万ぐらいするやん。へぇ、高っ。だいぶ高かった。まあ確かに国籍的にも、いいもんね。あ、そう。なエボは？エボ来てない？わかった、来てないか、エボ。そっかそっか。来てないんだね。残念ですわ。ゴールデングローアップ！プレイスタイルプラスの鋭いパスを含む能力がうまくまとまったアップグレードでシルバー選手1名をブーストしましょう。最大72。4。ペースプラス13、シュートプラス14、パスプラス18。ドリブルプラス12、守備プラス12、フィジカルプラス14。で、スードエパスプラスだけか。おー。あ、そうか、サイドバックもいけんのか、これ。え、これローラとか良くない？おー、こういう感じか。まあ、普通にまとまってはいるけど、レート吸収のカードではないっすね。まあでも、いいね。ペース最大78なんで、そこが守れるやつがいいよね。あー、うん、うん。まあ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 。まだねー、まだねー。あ、フォスメンサーや。フォスメンサーや。おー。まあ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 。もう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 。怪我しちゃったやんねー。あ、でも強いね、結構。運べる中盤でおもろいかも。おー。おー、スタミナも高いし、いいね。いきますか、じゃあ。86プラスだろうが何だろうが、結局4択やねんから。そんなできたってんか、そんな。いきます！はい。あー、ダメだ。あー、せーの、はい、ん、せーの、はい、いいすこいすこ、せーの、はい、せーの、はい、あー、なんこれ。さあ、8号ピックともども行きますか。はい、やったれやったれ。一番レッド回のを取っていきます。さあ2個目、はい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 、おー、はい、ちょっと特別賞、お、アラバや、珍しい。アラバ自体は結構値段はするんですよ。いきます、はい、どうぞ。あ、ボビちゃん。まあ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 。やっぱ、ね。ボビちゃよ。うん。ボビちゃ。123万。はい。素晴らしい。いきます。はい。1回ぐらいさ。なんだ？まあでもルナールでっかいからね。やるんやろな、今日は。今日はやるんやろな。うん。ラッパー。さあ。ここはファンタジー。ルーベン。うん。87、89と来たら91ってことで。多分ビニシウス。おお、金。まあ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 。まあ、カマメインがもういいけどね、全然。845、はい。さあ、どうぞ。ん？あ、これあれやん。ファンタジーや。パスケロー、パスケロー、シュスリー。まあ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 。さあ、行くぞ。8号ピック。はい。すんまへんな。あ、もう一個、はい、頼むよ。
うん、まあ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 。じゃあこれで終わるか。845いきます。はい。まだ出るんやろな、ファンタジーヒーローだのなんだのが。あ、ラッペオ！ここに来てんの？この人さ、全然特殊こうへんやんね。これはさすがに、そう。名前出てこうへん、お腹減って。わかん！お腹減って名前出てこうへんわ！ヘーゲルベルグー。負けよ。止まらねえ、この男。ん？ミンコビッチ・サビッチ。ダブル。はい。これはわかった。ラウタロです。はい。これはラウタロ。おめでとう。ありがとう。ベンゼマン。まあまあ、いいね。ちょっとまた、今週ベースアイコンの SBC 来るんでね。それ何かあれやけど、高いやつやったらまたおもろいね。僕はめちゃくちゃマテウスな気がしてるんですけどね。